ですね。例えばこれが片手ではなくて両手だとすると当たります。左手奥の手の側で押し出します。で右の手前の手の側の手首の側、小指側の手首、尺骨側の手首を使ってこう引き上げるんです。よいしょ。でみんなね、ここで右手で押したくなるんです。右手で押したくなると右手の頭骨側の手首を使いたくなります。でこれでこうやっても何も起きません。左手の頭骨が親指側で押して、でそれを右手の尺骨側の手首が引き取るんです。だからかかるんですね。進化の考え方っていうのは基本的に切る立ちではなくてつける立ちですから、つけました、こちら側でもないですね。頭骨側で、左手の頭骨側で押し出してます。右手の尺骨側で引いてます。でこれを最後に道元は片手でやりたいんですね。そうすると押す手がないんですよ。だから右手で、さっきは押さなかったんですが右手で押すんです。押すんです。それを押したまま尺骨が小指側の手首ですね、小指側の手首で引き取るんです。こちらでも頭骨側で押します。押します。尺骨側の手首で引くんです。これは単方術一般にそうなんですけれども、単方術で両手で持つというのはないですから、普通片手です。よいしょ。つまり合気に道拳というのは木立や単方術と使い方は同じです。それで合気をかけて成立するということになります。頭骨側が押して押したまま尺骨側が引き取るんです。合気二頭拳の手元です。単方術、内視の術でも同じです。頭骨側が押し出します、使う持つ手と同じですね。それを維持したまま尺骨側の手首がぐるっと引き取れないといけないんです。よいしょ、こういうことですね。だからこうやってこうやる立ちです。もし両手使いだとすると、でこの時にこうやってこうやっちゃうとこっちが使わないんで、それはダメなんで、両手持ちの場合は左手の手首がまず押し出して、それを維持したまま上手の右手の方がこう引き取っていくという、そういう動きになります。使わなしで、左手を押し出して、こういうことですね。頭骨側がまず二頭拳を無頭で演じます。頭骨側でまずグッと押し出します。でこの状態を維持したまま小指側の尺骨側がこういう運動ができますか。例えばもしもたれてやるのとすれば、頭骨側が柄を持つ手としてグッと押し出したまま、押し出したまま尺骨をこういうふうに使えるか。両手持ちでもし演ずるとすると、まあ一緒の相手上げですけれども、よい、両方の手首を両方とも使う。こうやりながら、こうやりながらこう使えるんですね。普通ここで力切れちゃうんですよ。頭骨の押し出しがなくなっちゃうんです。ですから小指側の引き出しだけ、引き込みだけでやるから当然効かない。それはなぜ効くか、押し出しながら引き取れるからですね。だからものすごく使い方としては意識的に使えないと無理です。普通は押し出しました、切れて小指側が引き取ってるっていうだけです。押し出しながら
引き取っていくっていうことができるから、これでできるんですね。もし持ってやるんだとすればこういうことです。良い、しょ、かけてください。